どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、剣士像の洞窟だっけな、で、リレミとして出てきましたということでね、さあ早速戻りましょう。このまま行こうか。姉子んとこにね、お姉さんとこどっち回りだったっけ。こっちか。あそま、ん、ルーラないのかな。あ、ないんだ。そこはないのか。でもね、モリーのところとか、あの変なおっさんのとことか、まあ、ダンジョンは全部行けるようになるのかな。だから、今までよりはルーラーの数が増えるのかもしれないね。まあ、それはもう全然いいことだよね。ありがたいことなんだが、ちょっと待って、走っていこう。さあ、ということで、前回ね、ボストラップボックス戦。あれね、よかったね。かっこよかったわ。なんか、人食い箱のジョイバーみたいな。なんか、あれかっこよくなかった。俺結構あの、キャラデザイン好きなんだけど、初めて見たよね。初めてのタイプの、まあ、敵だ。1,2,3,4,5,6,7 7人か。結構多いな。結構多いね。じゃあやめて、じゃやめて、もうやめて、そういうの。これ何気に痛いな。卑怯なんだけど、結構ちょっと。じゃあ、そっか、今回もあれなんだよね、特技でさ。なんかないかな。待って、戦う、待って、ガンガン行こうぜ。でいいや、なんかないかな。今まで使ってた岩石落とし、今砂かけで思い出したんだけど、岩石落としとかないかな。でも今回あれなんで、うわ混乱しとる。ゼシカが混乱してる。シップ飛びかかってきた。逃げればよかったかな。もうやめて、もうもうちょっと、もうマジやめて、それもうなんなん、ちょっと汚くねえかこいつら。ちょっと待って、なんで、ちょっと来て来て、やめろよゼシカ。ゼシカの最後にやめてくれる。5回連続で青さん攻撃されたんだけど、ちょやめてくれよ。オッケー、ダメだ。一番最後のやつやめて。やばい、ちょっと回復しないと。やめて。なんか一人攻撃したら同じにずっと攻撃するっていう、なんかあんのかな、なんかあんのかな。これ岩石落としとかであんのかな。ちょっと特技で欲しいっちゃ欲しいよね。でもなんか今回の特技さ、 MP ちょっと使うじゃん。なんだ、疾風のごとくってことはあれなのか、先に攻撃する技ってことか。いやもうバギまでええよ、バギまで。オッケーオッケー、よし、ナイス。ちょっときついな。あ、ヒャドウ行って。お、混乱直すの、治るの早い。あれ混乱早かったね。一旦ぐらいになって422か。さあ、あれ、ゼシカのレベルが上がった。来たよ。来た来た来た。バイキルトだって、こんなに簡単に覚えんの？だって知ってる？いや、どうだろう。俺、セブンで、バイキルトまだ覚えてないんじゃない？わかんないけど。覚えてないんじゃない？つえ、どっちがいい？ 4 か。こっち行こうか。なんかちょっとなんかそろそろなんか、ん？お色気が漂い始めた。あまりのお色気に時々モンスターたちが見とれるようになってたって。あ、そんな、羽星来た。羽星来た。羽星あれなんだぜ。まあ、錬金レシピだとまだ乗ってないんだよね。乗ってないよね、乗ってなかったよね。羽星渡す。誰さ、来たー、来た来た来た。誰がいい、誰がいい、81、73。誰がいいかな。どっちでもいいんだけどね、どっちでもいいんだけど。あ、待った、あ、ヤンガス頭装備してないじゃん。なんで、なんで石の帽子かなんか。あ、ごめん、ちょっとヤンガスいつの間にか、あれあれ、ヤンガス頭装備がなくなってた。なんでだろう。まあ、いや、行こう、戻ろう。やばい、ちょっと待った、ちょっと待って、やばい。あれだ、あのね、エイトはね、あのね、楽しいからね、なんかいろんな発見あるから、あのね、ちょっとね、進めていかないと、進めないとって思わないとね、ひたすら早く終わってしまうんだよ。ほんと30分が早い。今までのドラクエの中で30分が一番早いんじゃないかな。いや、全部楽しかったんだけど、なんか分かんないけど、30分過ぎるのが一番早いんだよね。びっくりしちゃったね。前回さ、ちょっとさ、あのなんだっけ、なんだっけ、一応さ、ダンジョン終わらせるとこまでちょっと、まあ、うそー、あっぶな、ダンジョン終わらせるところまで撮ろうかなーなんて思ってたんだけど、最後の方30分超えた時にちょっとびっくりしてさ、やってる最中に気づいてさ、あー30分超えてると思って、怖い。いや、8は、いや、ちょっと早いかもしれない。今までで一番早いかもしれない。
びっくりするわ。俺だからレベルで言うとさ、前の動画でも言ったじゃん、言ったじゃん、なんかもう、あ、なんか8早く終わんじゃねえかなと思って、レベルもほら上がるの早いじゃん、上がるの早いんだけど、これ8結構投げんじゃねえかなマジ投げんじゃねえかな。あれどっちだっけ、こっちか。こんなグダグダ言ってったらあっという間に過ぎていくからね、あっちゅう間に終わるからね。いやちょっとテンポアップを心掛けていくぐらいがちょうどいいのかななんて思って。いや違うんだよ、なんかさ、あれあそこ宝箱あるかなとかさ、お、なんだろうって、今のこれ 3D になったからさ、見るところがちょっと増えたじゃん。ちょっと歩くだけで楽しいじゃん、だから早いんだよな、一応早い、自分でもびっくりするんだよね、あれと思って。今までだったら25分ぐらいとか20分ぐらいかななんて思ってたら、もう30分平気で超えたりとかさ、そんなマジあるからさ、ちょっと時間を気にしながらちょっとテンポアップで撮っていこうかなって。さあ戻ってまいりました、戻ってきたぞ。お前本当にヴィーナスの涙を見つけてきたのか。お、そうだよ、諦めたと逃げ帰ったと思ってたのに、お前大したやつだな。だって最高、ちょっと今甘噛みしたけど、ちょっとスルーでね、お願いしますね。でもって思えた、これ覚えとこうね、ちゃんとね。またここは全部タッキーでやったもんね、やったよね。ここね、こ、何かしらのなり、何ですかわかんない、何かしらの宝箱が多分出てくるんで、オッケーね。でもこれさ、俺忘れっかもしれん、 ここじゃなくてフィールドにさ宝箱いっぱいあったじゃん。まあいいや、ん、なんだこの石像、なんかあるよ、これ。だからどっからか取ってきたんだろうな、絶対どっからかパクってきたんだろうな、これね。いたいたいた、これ妊婦に見えたわ、ほんと最初妊婦さんがなんかこう、待って、ヴィーナス涙確かに持ってきたぜ。よっしゃ、オッケー、あせ、あちらちら、すんげえセクシーなんだけど、これ仲間になりそうな気がするんだけど、この美しさはどうやら本物のヴィーナスの涙みたいだね。さすがにヤンガスってところか。さあ約束通り、あの馬と馬車を返してもらうぜ。私がした約束は、確かヴィーナスの涙持ってきたら馬へ返すのを考えるってことだったよね。じゃあ今考えた、やっぱり馬返されへんのかい、返されへんのかい、あの馬返せないね。この石ころ、あんたたち石ころな、約束違うぞって。女盗賊ゲルダと思うあるものが、何、石ころなの？約束ね。そういえばあんた以前、私にこの宝石をくれるって約束してなかったかい？それ淡い記憶の時ですか？何を今更そんな大昔の話を、てんてんてん。自分だって約束破っといてよく言うよって。とにかく私はあの馬を手放す気はないからね。マジか。もうなんかまたなんか、たかられるか。あれなの？お前の意図であの時に約束を破ったのは悪かった。お前が俺に腹を立てるのも無理ね。恋仲だったんかな？でも今回のことは俺一人に問題じゃねえんだ。仲間のために引くわけにはいかんねえ。かっこいい。おほほ、この通りだ。俺はどうなってもいいから誰もあの任せてくれ。かっこいい。かっこいいじゃないかよ。ヤンガス。なあ、かわいい。あれ、ゲルドさんかわいくないか、てんてんてん。ふう、だって。わかった、もうやめなって。大の音が簡単に頭の中裂けるもんじゃないよ。かっこいい。かっこいい。姉子と呼ばせてくれ。姉子と呼ばせて、それじゃあ。あんたを困らせてやろうと思ったけど、バカバカになってきたよって。あの馬のことは好きにすればいいさ、いいやつじゃん。でもその代わりヴィーナスの涙をやっぱりもらっておくよって、それが約束だったんだからね。これちょっとなんかこう、 あれもちろんだ、ありがとうゲルダ。ん、それで本当にすまなかった。たく鬱陶しいね、これでもう用はないんだろ。どこへ隣とととで一枚な、これなんなのこれ、え、なんかあったのかな、なんかそう、ちょっと両思いだったんじゃないの。あの馬は好きにすればいいさ、それでも弱すんだろ。どこになると一枚な、だってな、これな、あれ、俺ね、結局仲間になるんかなと思ったけど、だってさ、ちょっとさ、アイラちゃんみたいじゃんこのちょっとなんか、なんつうのかな、違うの、なんだ、わからない、出て、ワンちゃん外に出るときにちょっと待ちなみたいな、人手が欲しいんだろうみたいな、ねえかないか、人手が。これでもさ、アルゴンハートとさ、クランピスネルっていうのあるじゃん。これさ、ちょっと前、ちょっと思ったんだけど、これなんかどっかにあんのかな？ボロボロだ。これボロボロっていうのは何？ヤンガスがちょっとこう、プロポーズ的にあれってこと？だってヤンガスってどこかにいるおじさんでしょ、多分。そういうことだよ。またどこに行くのこれ。あ、イベント始まった。あー姫さん
これやっと錬金ができる。実はゲルト様は前もって馬を返す準備をしとけって言われたのさ。いいやつじゃないか、いいやつじゃないか。なんだかんだ言ってゲルト様、あんたらがヴィーナスなら持ってくるって信じたみたいだかな。姫や怖い思いさせてすまんかったの。これからいつでもわしが一緒にいてやるからな。お前酒飲んでただけやないか。お前が酒飲んでたんだろう。本当におっさんいつの間に。さて青さんよ、こっちはいつでも出発できるぞ。次の目的どこに行くの今度。あ、そう忘れてた、いい加減留守にしてた情報屋の旦那が帰ってきてもいいところだなって。おっさんとるやつ、もう一度パルミドへ戻ろうぜ。どこへ向かうにしてもドルマゲスの野郎の行き先知らなきゃ話になんねえ。ほんとだよね。できればアラマチは二度と近づきたくないんじゃが仕方ない。パルミノに戻るとするかって思うじゃん。戻るとするじゃん。俺はなんとなく分かってんだ。もう一回戻んじゃねえかなと思ってなんかこういうの、なんかこういうのない、ちょっとよくあるじゃん RPG でさ、よくあると思うんだけど、これ一回戻るんじゃねえかなと思うんだけど、違う違う。その前に仲間になんなかった。なんだよ俺仲間になんのかと思ったんだけど、これなんかもう一回ぐらいなんかありそうじゃないしつけえなって。いや違う、あるじゃんそういうの。ほらほらほら、来なくてもいいにまたのこのこだろうって一体何の用だってんだいって。いやお前が寂しいかなと思ってな、会いに来てやったぜしつけえわ。それと私を口説いてるつもりかい。なんかないのかな、どんずら下げて言ってるんだか、河原で出直し的な。あ、なんもないの、なんもねえや、なんもねえや。ちょっとチラリズムだけをちょっと、これさ、多分これじゃ絶対終わんないと思う。これは終わらないよね。もう一回ぐらいありそうだと思うんだけどな。あんななんか気合の入った、あのセクシーな衣装着せるキャラを、これだけのために終わらせることはないだろう。絶対なんかあるって。あ、絶対なんかあるって。間違いないよ。いや、違えから。知ってる人あれなのかな、ねえわ、って言うのかな、わかんないけど。あ、ごめん、ちょっとルーラスの忘れた。ルーラしようと思ったのに。ちょっと待って、もう野郎のヒップに興味はないんだよ。野郎のヒップに。あ、でもなんだかんだでゼシカも HP、あ、増えたね。あ、だいぶ増えたね。バギマ。くらい、24。もうそろそろ、また、あれ買おうぜ。あれ買おう、あれ買おう。そろそろ、鋼の剣買わない？ちょっと青さんさ、技何も未だに使ったことないって。ちょっとのろく弾かれた。オッケー、はい27からの15。オッケーよしよしよし、オッケーオッケー。でもって一旦ちょっと鋼の剣とか、いやまた違う、鋼の剣はいや次の町で買おうか、次の町で。でパルミドに戻って、大丈夫、また取られたりしない。そこなんか、そこの目の前の砂漠みたいなとこあったけど、アリ地獄とかいそうな気がしたんだけどな。さあ行こう。でもって情報屋っていうのがいるんだがすよ。情報屋2階から回っていくんだったっけ。2階から回っていって真ん中のところに落ちるんだよね。 3D になった本田らさんすげえこんな顔なんだなーって。笑顔、待って、よし行こう。ねもって、ここの町はもう全部行ったかな。どこだっけ、ここあれどこだったっけ。あ、こっ、びっくりした、イベント始まったかと思ったじゃこれちょっとまだ未だに慣れないんだけど、あ、音楽変わった。あれどこから行くんだったっけな。こっちか、これか、これだってんのか。オッケー。さあで、どこをす、さ、いる、いた、これか。あ、また本棚がある。なんかのレシピをちょうだいなんかちょうだい。超ブーメランとかないかな。なんかブ、不思議な泉という本棚だって。世界のところに呪いとく効力のある不思、これ来てた、来ました、皆さんありました。まずこれ間違いないでしょ、これでしょ。はー、一口飲めばあらゆる呪いが立ちどころに消え去るという。だが私はの泉を見つけられなかった。呪いを蝕まれた私の体は遠からず朽ち果てることだろう。待って、誰の本だ、誰だ、泉だって。呪いを打ち消す泉があるらしい。変わった本はない。オッケー、ない。そうさんじゃない。あった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 。なんだ、
パルメノの歩き方という本があるって。あ、なるほど、この街をそう呼び恐れるが、それは一方で見かけたというん一方的な見方というものだろう。悪党の街パルメノの話ね。いつかの注意すべきポイントさえ押さえておけば、うん、パルメノスリルに満ちた実に興味深い街なのな。もうその話はいや、小汚いどこか懐かしいカジノ。あ、そうだ、カジノがあるんだ。そうだね、面白いのは、え、そこは無気力で悪臭に満ちており、この世の低俗が見られる場所なのだ。はい、何なのその、何なのこの本で、君か情報屋ってあんたなの。お久しぶりでガス。あ、だな、やっと帰ってきたんだよ。ちょっとなんか違う、インテリっぽいのか、もっとなんかすげえのだと思ったんだけど。おや、ヤンガズくんじゃないですか、留守の間に来てたんですか。それは悪いことをしました。もう一度訪ねてきたってことは、何か私に聞きたいことがあるんですね。そうですね、聞きた、旦那とかちょっとなんか情報屋っていうから、もっとなんかヤンガスの2倍くらいでけえ大男をイメージたんだけど、全然違った。さすが今旦那話が早い。実は今ドルマゲスっていう道化師の格好をした男を追っているんだ。とらこいつ逃げ足だけは早くて見失っちまってねって、なんとかならねえもんでですがね。道化師姿の男の話は聞いてますよ。何でも前、そう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 、委員長を殺害した犯人だとか。私が得た情報では、あ、何そのドラゴマジ、なんと海の上を歩いて渡り西の大陸へと向かう、海の上を歩いていく青生地みたいなもんか。じゃあごめん、青生地は自転車だったっけ、自転車か、いやワンピースらしいね、ごめんなさいね。西の大陸、もうちょっと詳しく分かんねえでできますか。残念ながらそこまでは力及ばず申し訳ありません。旦那にわかんねえようならこれ以上知りようがねえでげすね。とにかく西の大陸に向かえだって。ちょっと待ちなさい、コードが入るの結構だから。どうやって西の大陸に渡る、西の大陸に渡るってどういうこと。海のままだが凶暴化しているため、このところの、凶暴化しているのでドルマゲス のせいなのかな。この大陸やトロデン国の大陸からは西の大陸の定期船は出ていませんよ。だって自分の船でも、あ、船ってどうなったっけ、持ってれば別が、話は別ですが、君は船なんて持ってないでしょって、どうやって西の大陸を渡る。その船も、あれ、そっか、船はあれか、自分の船じゃないか、それはあれ、それはそんなこと、これっぽちも考えてなかったでガス。やれ、困った人だね。さて、そんな君にのために一つ耳寄りな情報を教えてあげましょう。なんだ港町ポル、なんか BGM が関わったけど、なんかいきなりなんかちょっと BGM がかかったけど、なんなのこれ。ポルトリングから崖伝いに西につか、つながる、ん進むとそこに広がる荒野に朽ち果てていた占い、んあ、ごめん。占いじゃ、古い船があるそうです。だって。朽ち果てた古い船があるって。どうしてそんな水もない場所に船があるのかわかりませんが、噂ではそれは古代の魔法船。なんだ魔法船って。え、そんなとこに飛ぶの。え、いきなりもうなんか、そうなんですよ、ちょっと話は変わるわけじゃないですけど、今回ねどんな乗り物がサイコロに乗り物になるか、もう超楽しみですからね。それもしその船を復活させることができたら、きっと世界中の海を自由に渡ることができる。ここで船が結構早く来るんだね。ポルトリング西といえば、少し前まで崖崩れで進めなかったのが、最近ようやく道が開通したそうですよ。なんだポルトリングの崖崩れで進めなかった、なんかそんなあったっけ。あ、なんかあったな、ポルトリングあったな、ほい、崖ずで西に進む、そこに広がる荒野に打ち果てたの古い船が、オッケーオッケーオッケー、じゃあ行ってみ、ポルトリング行ってみようか。じゃあしかもなんかあれかな、今言ってたなんか開通できるようになったってなんか言ってたじゃん。あ、何にもないのかな、すっげえ情報やったらすんげえもう持ってるような気がするんだけど持ってないから、あった、危ない危ない。こういう時にこれだ、ヤンガスのほら9個、どこにあるの、9個もどこにあんのよ。え、これあ、え、9個残ってんだって。ちょっと待って、どこにあるんだろう、9個ってことはこのエリア全部って話、8個あるって。よし、また今度にしますいや、じゃあこれ多分あと残り8個探したらこの動画終わってしまうかなと思って。でことはポルトリングでこれか、こっちから
なんだどこのことだ、なんか石が通れなかったってあっちだよね、こっちだったっけ、こっちか、崖自体に西に行けってこと言ってんね、あそこか、こっちか、こっちに行けばいいのかな、確かになんか前なんかこっちなんか行けるか行けないかとかなんか言ってたよね、サーベル基地に集まった、これ確か弱いよね、はいどん32、おつえ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 37、なんかそこにさなんかさ行けませんよみたいな、ちょっとあったっちゃあったな、そこにどっちだどっちだ、あ違う行き過ぎ、あれあれ行き過ぎてる、あら行き過ぎてる、あれどこだ、あこっちかいや結構至近距離だったのか、これなんだお前なんだ、あごめん敵りが、あ大きつじ大きつじ、師匠の身内、お耐えた、いいよ、さあ次の町でなんかねちょっとねさすがにちょっと剣を買おうかなと、剣を買って勇者がまだ特技を使ってないという緊急事態で、緊急事態で、にゃー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 、崖伝いにこっちなのかな、崖すぎやしねえか、崖すぎやしねえか、やっぱこっちでいいのか、魔法戦がどうこうってか、まあこっちで行くか、これで新しいとこに行けるようになったってことか、アルミラージュが現れた、アルミラージュ買ったわ、11の時にウサギの尻尾をあの種集めの検証するのにさ、なんだっけあのなんかウサギの尻尾装備するとなんだっけあの運が上がるんだよね、そうあれやったわじゃなんかだんだんさグラフィックが進化したことによってさ、だんだんなんかドラケ11を思い出すという謎の現象なんか最近あってさ、これやってるとさ、あードラケ11これが進化した感じがドラケ11だったんかと思うと、ドラケ11の思い出がプリズニャン現れた、いいな、こっちなんかなんだっけ、なんかこの先にはなんかお城があるみたいなこと言ってなかったっけ、なんかなんかそんな話しなかったっけ、ここになんかそこになんかいっぱいいたじゃん、なんかここだよね、前砂漠って言ってたよね、砂漠がどこかにあんのかな、あれ砂漠って言ったっけ、違ったっけ、ごめん砂漠じゃないかもしれない砂漠ではないかも、さあ道が現れたよ、道が現れた、さあ敵がちょっと、あーデビルパピオンとか聞いたことない、あでもなんかゼシカなんかこうなってくると HP がちょっと上がってきたな、だいぶ20、だってこう考えるとあれだね、やっぱあの6のさおにゃにょこたちの HP の低さやっぱやばかったよねやばい、ほんとやばいよね、そう考えたらまだちょっと改善されてるぐらいなのかな、まあ、あれはあのギリギリ感が面白かったんだろうけど、あ42、はい18、あ強いね、間違いないね、心地は間違いないね、9、12、19、25、全身に力を貯めた、はいどうも40、えなんかちょっとなんかなんだろう、あの俺の大好きな岩石落とし、あーパピオン毒消しそうだって、俺の大好きな岩石落としは来ないんだろうか誰が覚えてくれんだろうか、あなんか畑臭い、なんかめーめー、待って、あなんかある、なんだニャニカがある、ニャニカが、あゴーマちゃん待って、井戸招きは出てこない、井戸招きはホールファン、うわーなんかキングスライムじゃん、なんかキングスライムじゃん、なんでどうしたどうしたお前、これうまっ、えキングスライムいいんだけど、お前どうしたんちょハマってる、ああとイベント始まった、王冠取れんの、取れたと地面にくっついてなかなか離れない、違うすがんだ、プル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 、助けて誰もいない、でもいいからその王冠を僕から外してよ、だって
トトロかよ、トトロかよ、僕はここだよって、君の足の下にほら顔が見えるだろ。怖いわこの出方、怖いわ。3歳ぐらいだって号泣してんじゃないか、ほら井戸でピョンピョンしていたらハマって出れなくなっちゃったんだ。どうか助けてよ、力いっぱい引っ張って僕を助けてちょうだい。もう大丈夫、悪いやつではないのか。さあ王冠思いっきりで引っ張ってくれ。だっておっと、あーそういう原理になったの。ありがとう、俺にそのまま君にあげるよ。プルプルだって、スライムの冠を手に入れた、スライムの冠手に入れた。待って、お前らなん、あ、大丈夫か。知ってるかい、この崖の向こうにすごいものがあるんだよって。お船なんだ、合体して僕たちよりもずっと多いんだよ。だって大きいんだよ。だってちょっと見たい。待って、山中言ってる、なんて言ってた。ブルブルブル、僕二度とキングタウン、キングスライムなんかにならないやい、ブルブル。ね、かわいすぎだろこれ。僕たちも共に合体して遊ぶんだ。合体するとすごくビッグなやつになって、とっても気分がいいんだ。でもまさか井戸にはまって出れなくなったもんだ。そういう、戻るときは王冠を外せば戻るという、とんでもない、こうスライムの生態を見てしまったんだが、人間と思ったら優しいんだね。助けてくれてありがとう。お前たち仲間になれよ。ちょっと助けてくれたお礼に、君にいいこと教えたからって、星ぐる腕輪を作るには早手のリング2つと、とっても重要なものが必要な。なんだ早手のリング2つと。だってあ、とても貴重なものってなんだろうね。だってプラスだって、貴重なんだろう、なんですか。一応なんか新しいのが、レシピを教えてくれてありがとう。お前たちやっぱドラケオ、やっぱ崖の向こうに降りると、とっても不思議な船があるけど、あっちに行くなら気をつけてって。崖の方には強い魔物も出るし、ずっと荒れ地ばっかりで休むところも何もないんだ。なるほど、崖の向こうがなんか敵が強いとか言ったよね。ここは何があんだろう。あ、びっくりした、あーびっくりした、トルネコかと思った。これあ、どうしてあんなもん、こんな何もない荒れ地に。まあいいや、向こうの荒れ地に変な岩の、あ、岩山、何ほら、あれちょ、よーく見て、これあの、どでかい船みたいな、ちょっとだ、どでかい船、船があるはずがない、しかも、ん、しかし、どうも気になる、どこだ、見えんのか、あれか、あれが、あ、見えた、あれのことかな、岩山っぽいこと言われてんだけど、崖の下の荒れ地に、ん？荒野では質のいい岩石が取れるんだ。それ掘りを、それを掘り出しちゃ、町に行って売りさばいて金を儲けてるんですよ。これなんだこれ？売れるってこと？まあいいや。あ、見えた、ほら見て、ほら。船があるよね。で、この中なんだろう？こう、あー待った、休めんじゃん、ここ。休める場所発見。こっからなんかちょっと強くなるみたいなこと。なんかいる。ありがたや。若い頃美人審査して世界に届かせたモンスターだって自分で言うのよね。自分で言うのね。今日は一つ昔の思い出してあんたの役に立ってやろうかな。5本。さて、そんな簡単にあれなの？ねえ、セーブガールにゃ、ばあちゃん、また困ってさあ、小さなメダル見つけた。よし、ちょっと止まろう。オッケー、止まろう。さあ、時間も時間でちょうどいいので、次がちょうど、あー、まあ、なんかやってる。これバージョンアップするのが久々に見たわ。これ懐かしさすら覚えるわ。頑張ってる。馬車で寝てるからね。じゃあ次は待ってね、しご。ちょっと待って。やっぱあの船は間違いなくあれだよね。かっこいいな。パイレーツ・オブ・カリビアンの船みたいじゃん。あそこ。さあ、ということで、ここ多分あれだよね。多分間違いないよね。船っぽい形してもね。さあ、ということで、今回はここまでということで、あれらしいです。なんか、魔法の船、あの船をゲットするのかな。で、敵が強そうということで、まあ、ここでセーブしてね、次やっていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。